これはですね、画面を共有ということで、共有すべてのコミュニティスト。で、Facebook にてライブ申請します。で、この Facebook のどのアカウントなるほど。それを見た目、ね、もう一度。で、解説するね。このウェビナー機能っていうのを使うと、ライブストリーム決める。で、ライブ。こっちに、ね。これを閉じて、れ消えちゃった？消えてないよね。これは閉じます。すべて閉じます。で、次に、このズームから、自分のママのパソコンから、ライブ中継っていうのができるのね。このライブ中継を、タイムライン、グループでシェアします。で、グループ、なんて愛したの？グループなんだっけ？愛したフォトグラファー？違う、愛車のことだ。私、やっぱそのグループ行けないかな。今日はママが来ないんです。うん、感謝してる。友達の、管理してるページでシェア。これかな。そうだ、管理してるページでシェア。愛車。お、いけるいける。じゃあ、愛車のページいけるね。次の名前で愛車フォトグラフィーとしていきます。で、そうすると、今、これを、私たちが話していることが、愛車フォトグラフィーで、で、話の中で写真を見せたかったりするじゃないですか。で、そこで、ファイルを、詳細。ここで、Facebook。どこ行けばいいんだ？ファイル。共有の停止します。ファイルが今日本当にできる。できてる。今もう、まだできる。で、この画面の共有でさっきのファイルを見せたいんです。で、これどうやったら、詳細。ホワイトボードじゃなくて、ファイルをどうやって選択すればいいのかな。まだ配信はしてない。ここにファイルをこうしてみたら入れてるかな。このデスクトップの、なんて配信、これだよね。これを選択したいんですけどっていうことはできるかな。これで、そしたら、どうしようかな。でもこれなら言ってるんだけど、なんか、どうしてファイルを共有できないの？
かな。会社のパソコンからだからよくわかんない。私から共有しよっか。あの2つの写真だよね。うん、じゃあママ、Facebook に送る？その写真を。もうね、私 Facebook に持ってるんですよ。あ。あ、これで大丈夫です。で、まだ配信してないよね。スタートしてないから。じゃあ、柴さんから送られてきた。送られてきた。送られてきた。なんだっけ。柴さんね。じゃあ何を言うかちょっと考えてて、こんにちは、アイサです。何について、今日は何とかについて話します。こんにちは、アイサです。まだ行ってない。楽なのよ。こんにちは、アイシャです。中国で。じゃあ、カメラ。行ってらっしゃい。で、これをデスクトップのアイシャ。うん、ああ、中学生動物写真家です。今回紹介したいのは、2枚の写真を紹介するんですが、その写真とは、個体の写真で意外と身近にいる野鳥の説明をしたいと思いますみたいな感じ。あ、それは違うと思うぞ。今日は2枚だけにしようか。いや、あの参考帳は、私がさ、あの、その川澄もやってないぞ。うん、だから私の背景をちょっと変えようかなと思って、背景を愛車の写真にしてみようかなと思って、愛車、はい、でこの横のこれを、はい、これにしましょう。はい、でこれで OK です。でこれでフェイスシェアで、アイシャのところで次に行く。でそしたら柴さんがアイシャのところでやってるよって言って、それを自分のタイムラインとかに宣伝してもらえる？
で、画面共有を、はい。いいな。はい。それで今タイムラグがあるのかもしれない。今アイシャのページにこれ見れてる？私の。ん？共有ページ。こういうページで何を見えてるって？このページ見えてる？ああ見えてる。じゃあアイシャが見えてるってことは大丈夫。じゃまずはこれね。で、で多分、ね、大丈夫です。はい大丈夫です。で画面共有は私が作業としてやります。でもそのうちアイシャができるようになるからね。じゃあ。はい、ライブ配信します。マジか。自分の顔がちゃんと映ってなくない？顔切れてるよ。タイトルを追加しなくていいや。なんかタイトル追加ってまだできてないな。あれ、私の画面では切れてないんだが。あ、なんか大丈夫っぽかったよ。どう？ズームっていうのを押してみ。こんな感じで見れます。はい。で、アイシャフォトグラフ。こんにちは。もうやってんの？多分今こんな風に。あら、ライブ配信始まった。ああ。おお。すごい。では、記念すべきライブ配信をシェアするにはどうしたらいいのかしら。シェアできます、これ。のじゃあ、アイシャツのページを、これを友達をシェアします。これですね。あ、吉田光輝くんが、福島の。あはまさかの光輝くんが。こんにちは。こんにちは。光輝くん、お元気ですか？今度、光輝くんもライブ配信しましょう。いろんな若者の活動をシェアする。ライブ配信始めましたよ。始めました。はい。じゃあ今日のお話ししましょうか。はい。はい。まずこんにちは。動物写真家のアイシャです。私は普段小鳥などの野鳥を撮っていて、で、それで今回は身近な野鳥の写真を2枚紹介しようと思います。まず1枚は、はい、はい、ね、はい、アイシャさん、お話しいただいてありがとうございます。はい、はい、本日、司会を務めさせていただきます、松山玲奈です。では、本日はスタジオにアイシャさんが持ってきてくださったこの写真を紹介していきたいと思います。じゃーん。はい。この写真は、チョウゲンボウという鳥の若鳥の写真です。チョウゲンボウの幼鳥は、見た目はあまり成長と変わりませんが、巣立ちしたばかりで、この時期はひな鳥の成長を観察しながら撮影しているので、この子が飛ぶ瞬間とかはもう本当にハラハラしました。なんたってすごい、飛ぶのが下手なんですよね。いつもどこかにぶつかりそうになったりとか落ちそうになったりとか、もう本当に私以外にも撮ってる方々がいるんですけど、その方々もいつもハラハラしながら見守っています。
なのでこの子は木の枝の上に翼を広げながら羽ばたいて今イメージトレーニングをしています。少し面白いですが本人は至って真面目で、この時期の子は狩りができないので早く独り立ちしようと思って頑張っています。この子たち、うん、はい、この子たちは少し経ったら親元から離れ1羽で行動するようになります。なのでこのひな鳥も成長ではないこの時期の写真は必要です。ちなみに私はこの写真を撮るだけのためにもう何時間も粘りました。何時間ぐらいかけて撮影したんですか？だいたいいつも朝行くのは早くて8時遅くて9時ぐらいですね。で、それで証言棒の撮影は昼でも撮れるので12時頃まで撮りますね。だいたいお昼もその場で食べます。日々の撮影の中で撮影された作品なんですね。はい。背景の緑がとっても新緑が綺麗なんですが、何月ぐらいに撮影したものなんですか？これはちょうど夏真っ盛りというか、その7月ぐらいに撮りましたね。7月でちょうどアーバーが茂っているので、チョウゲンボウのヒナもなんか若々しさが溢れ出るというか、青空で夏らしい爽やかな雰囲気が漂っていて、私はこれはお気に入りです、ね、なんだかこれから飛ぶぞというなんかそんなワクワクした生き生きとした表情が撮影できました。では次の写真の解説に行きたいと思います。こちらは何の鳥なんですか？この鳥はカワスミという鳥です。カワスミは小エビなどの餌を取るために水中に飛び込む鳥なのですが、この子キリッとした顔をしていますが、実は捕まえられてなくてくちばしのところに何も持ってないっていうちょっと間抜けなんですよね。なんだか少し可愛くて、なんかドヤ顔してますね。ドヤ顔してますね。完全に俺取ったぞみたいな顔してますけど失敗しています。このカワセミというと、川にいるというイメージがあるんですが、カワセミは、川で何かを取って食べてるんですか？この子は普通に小川にも普通にいますし、普通にさすがに海にはいませんけど湖とかには住んでいます。日本全国に住んでいるので少し水がきれいなところだったらいると思います。そうなんですね。実際に私も愛者さんの撮影の時にカワセミを拝見したんですけれど、生で見ると本当に綺麗ですよね。このブルーの色が宝石みたい。はい、なんかその名も通りこの子は清流の宝石と呼ばれています。そんなにふさわしい美しい鳥ですよね。本当ですね。皆様も、ご自宅の近くでお散歩の途中にもしカワセミがいたらぜひ観察してみてください。あとこの写真の見どころというのは何かありますか？この写真の見どころは何といっても水面の色ですね。普通の水面は普通にもう透明というか絵にするとつまらないみたいなのが多いんですけど、これはカワセミの青色と若葉の緑が混じっていてとても綺麗です。この組み合わせは夏にしか取れないので、私も季節限定商品を何とかして取ろうといつも頑張っています。いい色合いですね。このカワセミが、はい、水面に映ってるのもすごく綺麗だなと思います。はい、はい、愛者さんに本日は2枚の、写真を、紹介していただきました。はい、スタジオに戻っていきました。はいでは、これから時々ライブ配信をしていくわけなんですけれども、抱負を教えてください。今回はかなり初めてなのでカミカミで、もう本当見てられないので、なんとかして見れる程度には頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。愛者さんのライブ配信は、Facebook にある愛者さんの、ページから、発信していますので、ぜひ愛者さんに質問がある方は、今度はこんなテーマでお話ししてほしい、この写真について解説が聞きたいなど、
何でも質問いただけたらと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ、またお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。